こんにちは、まーです。ブラサマやっていきたいと思います。今日はですね、ちょっと出遅れたんですけども、こちら超英雄祭きらめき弾いていきたいと思います。こちらはですね、新ユニットノル、覚醒ノルンっていうことはもう覚醒してるのかな、出たら。あ、そんなわけないか。星5の状態で出現します。あ、そうかそうか、なわけないよね。覚醒させたらこの覚醒ノルンになります。で、ノルンの新武器グリフォンが追加されます。で、もともといたレイオンっていうキャラが覚醒します。なんか髪短くなったのかなと思ったら後ろにあるのか。で、その他のきらめきの期間限定ユニットはラサオ、スライ、オンファ、あ、この辺なんだね。まあ、ちょっときらめきの定義がちょっと分かってはいないんですが、まあまあまあ、この5人がピックアップしてるということですね。これはワンチャン、あの人出ないのかな、フィーナちゃんは。出ませんね。はい、ということでですね、まあ、早速ね、弾いていこうかなと思うんですけど、今回も英雄石が1個でもらえると、まあ、最近はこのパターンですね、大体ね。で、このノルンの、イベント、大型イベントで、まあ、役に立つと。最近にしたら、このなんか横文字のなんかイベントって珍しくないですか？アンノーンエンカウンターみたいな。はい、ということでね、強いんでしょうか。じゃあ弾いてみたいと思います。最初の11連は、星5進化確定なのでいきましょう。はい。どうかな。結構ね、タッチが虹色の時私信じてるんですけど、おおお、でもレイヤーその演出来たね。いやー、どうかな。あとコングラチュレーションは熱い。あー、確定枠だけ。これはちょっと期待できないですね。まあ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 、錬金石が稼げると思えばいいんじゃないでしょうか。前向きですね、非常に。誰かな。あなたはちょっとお呼びでないかもしれませんね。はい。いやー、ワンチャンラグシェルムとか思ったけど、これ出ないもんね。え、なにこれ。あれ、え、あれ、え、こんなのあったっけ。なになに、19日まで。え、え、なに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 、あ、これ？いや、これじゃないね。あれ？え、なになに今の？え？あれ、あんなのあったっけ？あれ、全然気づかなかったぞ。あれ？あれ、特にないよね。こんなのあったっけ？ミッションに。なんか追加されたんだ。やば、全然知らんかった。じゃあ交換しましょうか。どうして驚かないように。これだね。あ、虹ま、口も当てないよ。虹玉か、今回。なんか、いつも通り錬金石かと思ってた。やった！全然嬉しい。あ、これ美味しいね。でも虹玉って思ったらすごい美味しい気がしてきた。まあ、だからってもう一回引こうとはならないかな。もったいないからね。いいですね、虹玉も69個。はい、ということで、英雄祭きらめき引いてみました。まあまあまあ、こんなもんですよね。なんか前回の神引きが嘘のようですけども、まあ、これが普通ですよね、きっと。はい、ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。